93年 J リーグが開幕。三浦知良は当時日本ではマイナーだったサッカーを幾多のゴールとカズダンスで一大ブームにまで押し上げていく。それまで叶わなかった悲願のワールドカップ出場へ日本中の期待をも背負っていた。自分が日本人の誇りを持ってね戦える場所なんでね、ワールドカップというのはそういうものではないかなと思いますけど。しかし嘘だろ何回も聞き返すだけが精一杯でもう真っ白でした。これがサッカーじゃないかなと。自分に足りないものを求め世界最高峰の舞台イタリアセリエ A へ。日本人として初めてその地に立ち初めてのゴールを決めた。それは多くの後輩たちへ海外挑戦への夢を広げることにもつながった。そしてドーハの悲劇から4年、確かな成長を刻んだカズは日本のエースとして初のワールドカップ出場に導く。4年前の勝ったことでね、本当フランスにつながったんで、今後もサッカー選手として頑張っていきたいなっていうのは実感が湧いたね。だが外れるのはカズ、三浦カズ。日本代表としての誇り、魂みたいなのは、向こうに置いてきたと思ってるんで。日本の夢を叶えた男は自らの夢の舞台に立つことはできなかった。三浦選手、ワールドカップはご覧になりますか？当然見ますよ。それでもただひたすらにボールを追いかけ、ただひたすらにゴールを目指す。44歳となった今もなお。そして迎えたあの日。震災直後の開催に戸惑う選手の姿も。そんな中、J リーグ選抜として選出されたこの男は、カズさんとかがサッカーの与える影響は大きいっていう言葉を言われたので、サッカーを続けてみんな一人でも多くの人に勇気とか元気笑顔を与えられるようにやることが今自分のできることなんじゃないかなと思いました。もう全力で自分の今できることをプレーして何か届けられたらいいなというふうに思ってます。人生を捧げてきた一つのボールが生む力を信じて、後半ピッチに登場すると この日一番の大歓声。20歳近く年の離れた日本代表を相手にこれまでと同じように全力でボールを追いかけた。そしてみんなの気持ちが一つになったゴールだったと思います、東北の皆さんに、届くことを祈ってます。きっと届いたと思います、カズが明るく照らしたもの、それは見ているすべての人。さらにもうカズさんのゴール以外ないですね。カズさんはね、何かを起こせる人だなと思います。目指すべきところはね、あそこだと思うし、
もう日本のみんながね、子供たちがそう思ったんじゃないですかね。日本サッカー界を引っ張ってきてくれてね、今のこうサッカー界があるんで、こいつらに任せられるなっていうようなね、僕らはプレーをしたいですね。はい。Non amo subire gol, ma è la prima volta nella mia carriera che sono contento di aver subito un gol. 試合後、カズは自身のブログで、これまでいろんなゴールを決めてきたけれど、こんなに喜ばれたのは記憶にない。今までで一番胸を打ったカズダンスと知人は言ってくれた。最後に振り上げた人差し指が、震える指から発する思いのようなものが、いつもと少し違っていて泣けてきたという。 J リーグの歩み、日本代表の歴史、98年ワールドカップに行けなかったこと、日本サッカーにまつわる歓喜も哀愁も背負ったまま、僕はサッカーをやっているのだろう。サッカーに対する態度や考え方が今日までぶれなかったからこそ、あのゴールに至っている。やはり全てはつながっている。素晴らしいです、サッカーは。そして僕のサッカーは続く。あのゴールも一つのゴールになる。もっと愛されるゴールを目指して、誰よりもサッカーを愛したからこそ、誰よりもサッカーに愛された男、名波浩のナンバーワン、三浦知良。